はい、みなさんこんにちは。りなです。たかです。エレキブログです。はい、ということで今日は何しますか。友達でたこ焼きパーティー、イエーイ。レナのお友達のスペイン人の人、ちょうどね、昨日レナがクッキーを作ったんだけど、そうだね、それをね、お土産で持ってって。なんでクッキー、なんでケーキじゃないの。え、あれはクッキーだよ。あれはケーキだよ。こんにちは。迎えに来てくれてありがとうございます。はい、エリです。エリ、はい、エリザベス、エリお願いします、はい、めっちゃ日本語うまい。そう、そういうこと。出ないより全然うまいじゃない。行きましょう。もう待てません。たこ焼き、エリさん急いでください、もう待てません。はい、あとがもうバラバラちゃうから、何が入ってるかサプライズ。あれが好きじゃないけど、フィッシュソーセージのやつ。あ、好きじゃない。お、これ美味しいですよ、意外と。うわ、めっちゃ美味しそう。はい、たこ焼き出来上がりました。イエーイ、イエーイ。食べましょう。たこ焼きゲット、うん、最初から失敗。ソーセージのやつだ。たこ焼きがうまいから、ソーセージ そこまでまずくない。よかった。まだそこであるわ。あげないよ。おい、来ないで。何やってる。2個目のボール変わるのかな、中に。うん、タコでした。メインタコ焼き。うまっ、うん、より100倍ぐらい美味しい。ソーセージより。じゃあ練習はどれぐらいありますか。どれぐらいだったら10分の方が。タコが早いでしょ。4、5時間ぐらい。4、5時間。私は10時間ぐらい。レナは10時間ぐらい。まあ慣れてないから。そう、うん、すぐ慣れるよ。なんか今3日に1回ビデオアップしてるから、ちょうど今日ビデオをちょうど今日アップした。それはなんか他のビデオと比べたら見られてるか、コメントが来てるか、なんかいつもめっちゃ興味しました。私たちもなんかライブをやってみたいなと思って。ライブは結構なんかちゃんとプランニングしないと。そうそう、グダグダになるよ。やりたい。レナ、ブランディングしないから無理だよ。2万人サブスクライバーになったらやりたいな。ああ、そうね。来月じゃない。行く？皆さん、サブスクライブしてくださいね。だっていつばらありますか。ありますよ。ありますよ。それはさすがにありますよ。これ、なんか切る？あの、切なきゃ。切らなきゃいけない。切らなきゃいけない。切なきゃ。切なきゃいけない。切るのがすごいね。私の尿もバカにしてるよ。はい、このケーキ昨日のビデオで作りました。なんかめちゃくちゃ美味しそうね。あ、ビデオ作ってそう、ビデオ作って、なんかみんなドイツの料理を見たいと言ってて、このケーキの作り方が知りたければ昨日のビデオ動画概要欄にリンク貼っときます。見たい。何が入ってる。そう、これあれだよ。ドイツのスパイスのクローブ。日本には見たことない。いや、日本にもあるよ。日本ないよ。でも日本の料理にはあまり入れることない。ないないない。絶対入れたことないよ。皆さんクローブ知ってる、知ってますか。スパイスです。クローブがこのケーキに入ってます。インドとかは結構使ってるし、ヨーロッパはなんかこうクリスマスのスイーツとかに入ってます。少ないと思うんですよ、日本は。少ないかな。なんででしょう。別に誰もキスしない、キスとかハグしないとか。それがいいですね。そう、こうよりは。まあ、スペインもそうか。話す距離とかも近い。スペインもこうだよね。スペインも同じ。ちょちょちょ、みんなタッチする。で、問題はその早くスパイクになるんですよ。だから今もうスパイクし始めてる、ね。今から。パンパンパンだから。先週東京に行ってまだみんな居酒屋に行ったりとか結構。なんか途中にみんななんていう飽きてた気がする。なんかこう気をつけた時にがあった。 あんまりケースが増えてないから、みんなまあいいやと思って。あ、大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫だな。じゃ
日村の国は何言うんですか。日村の国ね、 YouTube 編集するか違う、見るのか。何見るのか。なんか似た旅ブロガーみたいな、で、なんかそこの YouTube の動画見ながら自分たちの動画になんかどう使えるかなとかと言ってるけど、私はそれは信じてないぼーっとしたいから YouTube を見てるよって言ってもいいよ。ぼーっとして見てる時もあればなんかこう考えながら見てる時もある。 3D の VR なんとか YouTube 動画を見る。お姉さん、うわすごっ、触れそうじゃん。いいよね。なくなっちゃった。ちょっとテーブルの上に置けるかな。あ、置けた。やあ、すごい。下手だね。すごいなんか真剣な表情。あ、また上に戻らないの？スワッターまでやるの。シュールだわ。楽しいパーティーが終わりました。そうだね。最後は VR ばっかりだったけどね。ね、楽しかったこれ。でも遅くなった。結構12時ちょっと前。そう。終電で買います。なので終わりにして。やばいね。はい、というわけで次の動画でまた会いましょうね。はい、バイバーイ。